はい、こんにちは、福井大学の庄司です。今日はですね、この開発しましたループ型のラジオ、フープラ、フープ型のフープって、まあ、リング状という意味なんですが、この輪っか状のラジオ、フープラですね、これのラジオとしての機能以外に、ループアンテナの機能として、ここに市販のラジオがあるんですが、市販のラジオ、まあ、あるいは自作のラジオ、何でも AM ラジオが結構なんですが、そのラジオの感度を向上させるという実験を今ちょっとしています。でまずですね、このソニーの高感度ラジオのスイッチを入れます。 1100kHz ちょっと弱の調整に回せております。で中にバーアンテナが入っておりますので、このラジオを、まあ、こうやって90度方向に回しても全く放送局が受信できません。で次にですね、このフープラを近づけてみます。で、ここの同調つまみをダイヤルを回してみます。はい、今受信しているのは NHK 大腸放送、近県のですね、放送局の、NHK 大腸放送をキャッチ、しております。で、フープラを今ちょっと遠ざけてみますね。で、このように全く、はい、受信しません。ところが、もう一回近づけると今同調しておりますので、はい、はい、このようにですね、ラジオ、AM ラジオの、まあ、受信限界を超えてですね、このフープラがアンテナの代わりとして機能するということになります。これどういうことかと言いますと、放送局からやってくる AM ラジオのこの電波ですね、には、まあ、電波は一般に電解成分と磁界成分の2種類の波が重なった、そういったその電磁波と呼ばれる、波になっております。で、この中、その磁界成分の方は、まあ、その例えますと、まあ、磁石ですね、磁石の周りにこう磁界が発生しますよね。その磁界成分の電波がこの AM ラジオには非常に重要になってまいります。で、この今鉄筋コンクリートビルの高層ビルに、まあ、いるんですが、このラジオにこのラジオを置いているんですが、何が起こるかというと、その鉄筋コンクリートビルの中では AM ラジオが受信しにくい。これはその鉄筋コンクリートのビルの鉄骨 の、まあ、その鉄筋 の、 その構造がですね、外部から来るその磁界成分を遮蔽してしまう。中に電波が、まあ、結果的には入ってきにくい、磁界成分が入ってきにくい、そのためにうまく受信できないということになります。で、このラジオの中には、まあ、高性能なバーアンテナという、ね、アンテナが入っているんですが、それではどうしても入る厳しい。で、ところが、このフープラ、このループの中にはですね、ちょっと高性能な寄り線で、がちょっと巻いております。で、それで受信感度を、まあ、高めているんですが、で何が起こるかというと、外部からの、まあ、この、まあ、いわゆるループアンテナとして、外部から の、 その磁界成分、電波の磁界成分がこの大きなその、まあ、アンテナによってですね、キャッチするとますね、こうやってね。そうしますと、次にこの今同調ダイヤルで、まあ、その消費周波数、その光域の中のバリコンで、同調その共振、まあ、その磁その周波数に、同調するわけです。そうするとこれをループアンテナをこのラジオに近づけるということは、中のバーアンテナとこのフープラ側のこのループアンテナが磁気的にカップリングする状況になります。まあ、いわゆるですね、このラジオの外部アンテナとしてこの大きな輪っかがアンテナになるということなんですね。そのために、まあ、このフープラを介してこのラジオの受信、まあ、感度が、まあ、逆調向上するということになります。これによってですね、まあ、鉄筋コンクリートのこういった建物の中、
あるいは山間部、山の中ですね。でどうしても電波が入ってきにくいという、あるいは送信所からかなり離れているところでもちょっと英語ラジオ聞きにくいなというところでもですね、このアンテナを、このフープラを近づけるだけで、これが、高性能なアンテナとして機能する。でそれが、時期に確認してこちらのラジオの受信感度を高めることができるという意味で、この電池を使わないラジオなんですが、ループアンテナとしての機能も有するということになります。はい、以上フープラのループアンテナとしての機能のご紹介でした。ありがとうございました。